落ち着いて食べろ。すげえな食欲が。はい、今日はね、畑に動物たちの餌を取りに来ました。うちの動物たちはね、草食の動物が多いので、こうやって畑でいろんなものを育てて、それのいらない部分をね、動物たちに食べてもらったりしています。こちらはね、小松菜。小松菜はね、栄養価が高くて、リクガメやアヒルが喜んで食べます。うずらもね、よく食べてくれています。根から抜くとね、次が生えてこないので、根からは抜かないで上だけ取って置いてあります。はい、そしてね、こちらが大根ですね。大根ももうだいぶ伸びてきているので、横の方に落ちている葉をね、こうやって取って、それも一緒にあげたりしてます。大根もね、まあ、成長がある程度早いので、葉っぱもたくさん出てくるのでね、上の葉っぱは普段捨ててしまうことが多いので、こうやって動物たちにあげるようにしています。これもね、細かく刻んであげればアヒルが食べたりとかもするので、まあ、基本的に動物たちはね、同じようなものを食べてます。ウズラにしろ、アヒルにしろ、リクガメにしろ、基本食べるものはね、あまり大差はなく食べてくれてます。この大根の葉もね、カルシウム量が多くて、すごいね、いい餌になるのでね、これも取ってあります。はい、次はね、こちらカブですね。カブ、この葉もだいぶ虫に食われてるんですけどね、収穫する際出た葉もね、動物たちが食べてくれてます。いや、だいぶね、大きくなってきました。はい、こんな感じでね、舌もね、普通に人間が食べるんですけど、たまにはね、リクガメとか、アヒルにもあげたりもしてます。やっぱり葉っぱがこうやって虫に食われるものはね、多分美味しいんだと僕は思っているんですけど、今の時期は黒い芋虫みたいなね、ちっちゃい虫が葉っぱを食べているので、まあ、それもね、弾きながら、動物たちにあげています。こちらはね、ネギがあるんですけど、こういうものはね、絶対に動物たちにはあげてはいけない食べ物となるのでね、気をつけましょう。あと、まあ、ここはね、水菜とかサラダ菜とか、そういうのがね、いっぱい埋まっているみたいです。これはね、水菜ですね。これも少しだけ持っていきましょう。はい、次はね、収穫した野菜を切っていきます。うずら用、リクガメ用、アヒル用とね、大きさを変えて切っていきます。これがね、毎日の日課なので、欠かさず毎日やっています。最近はね、ご近所さんがうちの動物たちにと、野菜のね、外葉だったりとか、まあ、あまり育たなかった野菜をね、差し入れしてくれるようにもなってきました。これもまたありがたいですよね。はい、これがね、1日のね、アヒルのね、食事になります。まあ、野菜もいっぱいあげつつ、ちょっとね、飼料も入れて食べやすくしています。じゃあ、アヒルたちにあげていこうと思います。おお、すごい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 
おすごい表情お前らさ、あのゆっくり落ち着いて食べることできない。落ち着いて落ち着いて食べろすげえな食欲が。おごめん、それはちゃんと切ってなかった。食べてます食べてます、美味しい。はい、こんな感じでね、うちの動物たちは自家製の野菜をたくさん食べて毎日を過ごしております。田舎でね、動物と暮らすというのはね、ある意味いらない野菜だったりとか廃棄される葉の部分とかもね、無駄なく動物たちが食べてくれるので、飼育代の節約にもなるんではないかなと思いました。また動物たちとの田舎暮らしの動画も上げていこうと思うので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。以上、うさずチャンネルでした。今回もご視聴ありがとうございました。